This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷店バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は5月24日火曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。新型コロナウイルス感染症対策センターが新たな規制緩和を発表しました。サウジアラビアの公式訪問にタイの民間企業も参加しました。経済成長率の下方修正にもかかわらず、経済の見通しは依然としてポジティブなままとなっています。タイでタイセックスアムが2022が開催されています。それではまず、はじめのニュースです。新型コロナウイルス感染症対策センターが新たな規制緩和を発表しました。新型コロナに関するあらゆることを採決、管理する新型コロナウイルス感染症対策センターは、プライス首相議長として開かれた20日の会議で、ローミングの徴収とタイランドパスの合理化や、さらなる規制緩和が決議されたと発表しました。マラジー報道官によりますと、タイ入国制度タイランドパスを申請する場合、ワクチンの規制量を終了したワクチン証明書、保証額1万ドルの医療保険加入、パスポートが必要です。ワクチン未接種か、規制数を接種していない場合は、ワクチン接種証明書の代わりに、PCR 検査か、ATT 検査の陰性証明が必要です。タイランドパスをウェブで申請し、審査が通過すると、自動的に QR コードが発行され、その QR コードを入国する際に当局に提示しなければなりません。さらにタイランドパスシステムの管理、責任は疾病管理局に移管されることになりました。タイ国籍を持っている人はタイランドパスに登録する必要はありません。この変更は6月1日からの適用となります。また、マラティ報道官は新型コロナゾーニングの調整を決議したことを明らかにしました。77都県のイエローゾーン、グリーンゾーン、ブルーゾーンの分類変更を決議しています。イエローの高度監視地域は46県、グリーンの監視地域は14県、ブルーの観光開国パイロット地域は17都県となりました。これらのゾーンの詳細については、新型コロナウイルス感染症対策センターの公式 Facebook で確認することができます。マラティ報道官は、保健省が感染リスクが高くないと判断された人に対する新しい検疫ガイドラインを発表し、これまでの自己検疫隔離10日間を自己監視期間10日間に変更しました。31都県においては、パブ、バー、カラオケバー、マッサージパーラーなどの入居施設の営業を6月1日からは午前0時まで許可することになりました。また、緊急事態における緊急政令の施行期間を6月1日から8月31日まで、さらに2ヶ月間の延長を決定しています。次のニュースです。サウジアラビアの公式訪問にタイの民間企業も参加しました。ドーン副首相兼外務大臣によりますと、タイとサウジアラビアの首脳が関係修復に合意したことに伴う2国間関係の改善によって、サウジアラビア側が20万件に及ぶ就職口をタイ人に提示することが期待されています。同外務大臣は5月15日から5
5月18日までの日程で、官民の代表を率いて約30年ぶりとなるサウジアラビアを公式訪問しました。今回の訪問の目的は、商業や投資関係の再構築を開始することで、農業、食品、エネルギー、化学、自動車、航空宇宙、テクノロジー、デジタル、宝石貴金属、観光サービス、ヘルスケア、消費財、建設などの分野で活躍するタイの有力企業30社以上が参加しました。今回公式訪問が実現したのは、今年1月にプラユット首相がサウジアラビアを訪問し、30年以上にわたって中断していたタイとサウジアラビアの国交が回復したためです。現地で開催されたサウジアラビア・タイ投資フォーラムは、タイ外務省とサウジアラビア投資省の主催により行われました。このフォーラムで両国の民間企業が貿易や投資のパートナーシップ構築に向けて協力するためのプラットフォームが提案されました。ドン外務大臣によりますと、タイとサウジアラビアは関係促進に向けた行動計画の素案もまとめられました。次のニュースです。経済成長率の下方修正にもかかわらず、経済の見通しは依然としてポジティブなままとなっています。財務省は国家計画局が最近経済の成長率を下方修正したにもかかわらず、2022年のタイ経済は依然としてポジティブであるとしています。アーコム財務大臣は記者団とのインタビューの中で、現在5年ぶりにバーツがドルに対し最も弱い水準で取引されており、タイの様々な輸出製品が影響を受けていると述べています。また、アーコム財務大臣は、タイ中央銀行が景気回復を支援するために、政策金利を実施することを期待しているとしています。財務省は、ロシアのウクライナ侵攻による物価上昇と、世界経済の成長鈍化により、2022年のタイの経済成長率を 3.5% から 4.5% を2.5% から 3.5% に下方修正し、インフレ率の見通しを引き上げました。アーコム財務大臣によりますと、今回の見通しの修正は、経済が依然として回復傾向を示すポジティブな指標だと説明しています。アメリカ連邦準備制度理事会の政策引き締めを踏まえ、タイの現在の金融政策は引き続き経済を支えるべきであると提案しています。2020年5月以降、タイ中央銀行は主要金利を過去最低の 0.5% に維持しています。インフレ率はすでにタイ中央銀行の目標範囲である 1% から 3% を上回っているため、一部の経済専門家は来年ではなく今年後半に利上げがあるのではと予想しています。次のニュースです。タイでタイセックスアノが2022が開催されています。総務省国際貿易振興局は、タイ商工会議所、ドイツの国際コンベンションセンター、ヘルンメッセドイツとともに、5月24日から28日にかけ、タイセックスアノが2022を開催しています。このイベントは誰でも参加できるとして、多くの参加を呼びかけています。タイセックスアノがは、タイ国内最大級の食品見本市で、アジアだけではなく世界中から多くの来場者が訪れる国際総合食品見本市です。食品、飲料業界にとって大きなチャンスであり、世界レベルの取引の機会となることを目的として開催されています。国際貿易振興局のプーシット局長によりますと、昨年はタイの新型コロナの感染状況がピークだったため、主催者はイベントをオンラインに変更せざるを得ませんでした。しかし今年は感染状況が改善されつつあり、タイは国内外を問わず多くの来場者を迎えることとなりました。今年の見本市は来場者は直接会場を訪れることができます。タイセックスの会場では食品、飲料に関するサービス、新技術、機械などが紹介されています。また、カラールフード、オーガニックフード、タイ各県のよりすぐりの食品を紹介する特別展示ゾーンも設けられています。タイセックスアヌがアジア2022は、
5月24日から5月28日まで、バンコク郊外のインパクトムアントンタニーホールで開催されています。バーチャルトレイルショーは、タイフェックスのウェブサイトから参加できます。タイフェックスアヌガ2022は、7万5000人の来場者と、オンライン参加者は約3500人が予想されており、タイに100億バーツ以上の経済効果をもたらすと期待されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。新型コロナウイルス感染症対策センターが新たな規制緩和を発表しました。サウジアラビアの公式訪問にタイの民間企業も参加しました。経済成長の下方修正にもかかわらず、経済の見通しは依然としてポジティブなままとなっています。タイでタイフェックスアヌガ2022が開催されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.